こんにちは京都大学の鈴木です、えー、音声信号の意味を検証する新規実験パラダイムというタイトルで発表させていただきます。よろしくお願いします。まず、えー、研究の背景について、えー、お話しします、まあ。動物を観察していると本当にいろんな鳴き声を出すということに、まあ、気づきますよね。例えば犬だったらワンワンって鳴くし、猫だったらニャニヤ鳴くし。 すずめはチュンチュン鳴くし、カラスはカがカが鳴くし、豚はブーブー鳴くと。でそういった感じでいろんな鳴き声を持っています。こういった鳴きを聞いたときに、彼らは何か喋ってるんじゃないかなみたいな。どんな会話をしてるんだろう。でこういった疑問ってまあ皆さん一度は持ったことがあるんじゃないでしょうか。まあ、そもそもなんでそんな疑問を持つかって言ったら、私たちが言葉を使って意味を伝え合ってるからですね。果たしてこういった動物の鳴き声には、 僕たちの言葉みたいに特定の意味があるんでしょうか？じゃあ、そもそも言葉って何だろうと？意味とは何だろう？と考えたときにこのように説明することができます。まずですね。私たちは環境中の万物をですね。事物をまい、あ、ろなカテゴリー類似性とか相違を見出して、この動物は犬だよな。とか、これは猫だよな。なみたいにまあ、似たものを分類してですね。概念というものを形成します。 その概念一つ一つに、犬っていう文字だったり、もしくは音だったり、猫っていうまあ言葉ですね、記号を割り当てていくわけです。でここで意味とは何かというと、もちろんこの発し手のえっと意図っていうのもあるんですけれども、大切なのは、聞き手の人間が、この犬とか猫といった記号からですね概念とかイメージを、対応するイメージをまあ想起することができる。 でそのプロセスをまあ意味の理解と呼ぶわけです。じゃあ、動物の鳴き声にも、えー、こういった意味はあるんでしょうかもちろん人間の音声の中にもです、ね、あの言葉と呼べないものがあります。例えば、スクリームっていうこ映画があるんですけど、僕見たことないんですけども、これ多分叫んでるような表情ですね。で叫んでるんかスクリーム。 してるそのキャーって叫んだとしても何で叫んでるのかっていうところまでちゃんとわからないですよね。でまあだから怖いっていう感じは伝わってもなんで怖いのか例えばえ熊が出たのかライオンに追いかけられてるのかわからないわけですよね。なのでそういうのをあの言葉とは呼んでなくてえ意味を持つ言葉とは呼ばないわけです。じゃあ動物はどうでしょう動物もいろんな声を持ってますけれどもこれは まあ単語のように意味を運ぶものなのか、それともまあスクリーム、叫びのようにまあ感情を伝えるものなんでしょうか。この問いをね、結構いろんな哲学者とか科学者が、もう本当に紀元前からずっと問いかけてきて、ダーウィンもですね、この「人間の由来」という本の中で、 ま考えててるわけですね考察してますでダ,ダーリンはどのように考えたかというとこのパラグアイに生作するオマキザルの一種なんですけれどもこのサルはですね、えー、仲間との、まあえー、社会関係の中でだいたい6個ぐらいの違う音声を鳴くらしいんですけれどもその音はですねもの、えー、を示してたりするわけじゃなくて特定の意味を持ってるんじゃなくてなんか自分の気持ち 感情,のえー、を感情をたこた,た答えに伝えるための、まあ、ものだと。要するに動物の鳴き声っていうのは、えー、感情の表れであって、メール用に異なる音説で、えー、っとちゃんと会話できるのっていうのは人間だけだよっていうふうに考察してるわけですね。この業式がずっとこれまで続いてきました。といってもその動物の研究者の中には、いや動物にもやっぱり言葉、 意味を持つ鳴き声があるはずだと考えて、まあ、研究した人は何人かいます。で最も有名なのがあーセーファースという研究者が行ったそのベルベットモンキーを対象としたプレイバック人権ですねで。ベルベットモンキーはですね、えー、っと鷹とイきで類と、ね、あと毒蛇に対して違う声で鳴きます。例えばひょを見つけると <laughs> こういう声で、まあ、警戒するんですね。 で、えっ、ー、と、猛禽類に対しては、で、えヘ、ー、ビに対しては、こう、人が聞いてもちょっと違うように聞こえるわけですね。で、これを、あの、セーフアイスは、あの、まあ、気づいたのはもっと他の研究者が気づいてたんですけども、セーフアイスはこの録音したものをですね、サルに聞かせてみるという実験をしました。で、そうすると、ひょに対する警戒性を聞くと、えー、警戒音を聞くとですね、その、仲間の、 猿たちは木の高いところ、細い小枝に登ることが分かったわけですね。一方で、ひょウに対する警戒音を聞くと、やに逃げいると。で、毒蛇に対する警戒音を聞くと、立ち上がるということが分かったわけです。これはあったかも各天敵から逃れたり、それを位置を確認するような仕草に似ているということで、ちゃんと意味が、捕食者の種類についてですね。 伝えてる氷だとか高だとか言ってるんじゃないかというふうに、えー、彼らは考えましたでもですねこの鳴き声も実はこれだけだと単語ということはできませんし意味を持っているということもできないかもしれませんなぜかというと、まあ、ダーウィンが言ってるようにですねもしかしたら異なる天敵を見た時に全く異なる感情が現れてですねそれがただ表出されているだけかもしれない表を見た時には例えば恐怖心 でえー、鷹を見たときには警戒心、毒蛇を見たときは敵対心のようなものがこう生じて、でそれが鳴き声として現れているだけ、で伝わっているのはその感情だけなんじゃないかと考えることもできるわけですね。でしかも、ですねベルベットモンキーの場合は最近の研究で分かってきたのが、実はですねあの群れないとか群れ感の多個体、とした個体との争いの中でも結構似た声を出すんですね。 でえー、ちゃんと解析してみると、ヘビに対する声とか、えー、猛禽類に対する声とかとほとんど同じ声を出してしまうとで。違う文脈でも同じ声を出してしまうと、要するにその声を聞くだけで、周りで何が起きているのか、仲間のサルはもうそれを察することはできないので、まあ、ちゃんとこれ意味を伝えている、情報を伝えているとは言えないんじゃないかというのが最新の見解ですね。 でそれでもですね、やっぱり動物の鳴き声にも人間の言葉みたいにあの意味を伝えているんだっていうふうな主張は、やっぱりこう、人の興味を引きますし、まあ、キャッチーなので,で、そういったタイトルの論文がですね、まあ、サイエンスとかに最近でも載ってるわけです。でこの、まあ、これ2005年の論文ですけれども、2005年にアメリカコガラという小鳥でや,やられた研究は、まあ、アメリカコガラって、地下 DD って鳴くんですけども、 その地下 DD っていうのを、いろんな点滴を見たときに、同じように地下 DD って鳴くんですね。それでも、えー、よく聞いてみると、この地下 DDD の D の繰り返し数がですね、体の小さな捕食者に対しては、繰り返し数をすごい連ねると。例えば地下 DDDDD DD と。で、大きな捕食者を見たときは、地下 DD くらいしか鳴かない。 D の数が減るってことが分かったわけです。なので、この、えっと、論文では、その D の数っていうのが、あの連なり方っていうのが、捕食者の大きさに関する意味、情報を伝えているんだ、というふうに、まあ、結論してるわけですね。でもですね、あの体の小さな捕食者っていうのは、まあ、小鳥にとってすごく怖いんですねで。小さい方がなぜかというと、小回りか,からです。まあ、頑張って逃げようとしても、 まあ体が小さい捕食者はすぐに追いかけてきてしまうんですごく怖いんですね。一方で、大きい捕食者っていうのは、なかなか早く飛べないんで、そんな怖くないんですよね。でひょっとしたら、アメリカコアラのこの声も、捕食者の大きさに関する情報を伝えているのではなくて、それを見た時の発信者の怖がり度合いというか、その恐怖の度合い、強弱を伝えているだけかもしれないわけです。でこういった 研究のですね、解釈、動物の鳴き声の解釈に関して、まあ、疑問を呈している先生も、まあ、研究者もいますで。例えばですね、最近だと2009年の論文、アニマル・ビヘイビアに出た論文では、えー、動物の鳴き声に最近の論文は本当に意味とか情報伝達っていう言葉を頻繁に使っていると。でもそれはもしかしたら間違っていて、えーまあ、思考節約で考えるとですね、情報とか意味とか っていうのを仮定しなくてもコミュニケーションは説明できちゃうじゃないかと。これまでの研究成果は説明できるんだと。だから作用とか影響という言葉に変えましょう。こういった議論までされるようになってしまいました。それでも僕たちは言葉を使って他者と会話していますし、言葉には意味が残っ,っているのは当然ですよね。じゃあどうやって、どうしたらですね、動物の鳴き声に特定の意味があるかどうか検証できるんだろうって考えて。 考えてたときにアイデアがひらめいてで、そのアイデア、新しい実験方法、パラダイムをですね、あの四十からにお対象に、まあ、やったらうまいこと言ったよっていうのが、えー、2008年から2020年の僕の研究なんですけれども、で今回はそのパラダイムについて紹介しますで、まあ。じゃあ実際どういうふうな研究をしたのか、どういう方法を思いついたかということを説明します。 シジュらはですね一夫一妻の鳥でまだいたい春先3月ぐらいになると木に空いた樹洞空洞とか石垣の隙間とかに苔を運んで巣を作りますで、まあ、卵を産んで2週間メスがそれを放卵して温めてで帰るとオスメスで共同で子育てをしますで巣箱をかけるとですね樹洞みたいなんであのそこをよく使ってくれますだからまあ その点研究はしやすいですねで。柔道とは言っても安全なわけではありません。日本では青大将が、えー、柔道にこうやって巣箱とかに侵入して中にある卵とかヒナとかもしくはそれらを温める親鳥ですね、この場合シジカはメスですけれども、メス親を襲って食べてしまいます。で僕はですねあの、気づいたのは アオダイショウが巣に近づいてくるときに、アオダイショに対して親鳥はただ見,見るだけじゃなくてです、ね、これちゃんと威嚇して追い払いに行くんですけれども、そのときにです、ね、特別な鳴き声を出していることに気づきました。それが、このジャージャージャーって聞こえる、すごいハスキーな声です。でまあ、実際に鳴いている様子がこれです。 でこ,この,あの巣箱の下にです、ね、あの今、青シオが迫っているときに、それを見て、じゃあじゃあドルが鳴いているところですね、警戒しながら。でこの声を、あの本当にヘビを見たときしか鳴かないんで、私はヘビっていう単語になってるんじゃないかなと考えて、えーまあ、この声だけをですねスピーカーから流して、まあ、ヘビはいない状況で流して反応を見てみました。ですると、 こうやって下を見るんですね。こうやって下を見る。で、えっと、じゃあじゃあじゃあって、まあ、スピーカーはですね、だいいスバコと同じ高さにあるんで、明らかにここに戻ってきて、地面を見てるんですね。で、ヘビはですね、地面から木を這い登って、巣箱に襲いに来るんで、で、えっと、じゃあじゃあ聞いて、その声に対してですね、あの、つがいですね、ここで言うとスピーカーがつがい相手なんで、つ、まあ、がい相手の、まあ、じゃあじゃあという声を聞いて、 蛇がいそうな場所を探すことで、まあ、効率よく特定することができるんじゃないか考えられるわけですで。実際にこんなに首をかしげてです、ね、その地面を見たりですね、まあ、時には巣箱の中とかいそうな場所をどんどん探していくわけですね。でもう一個別の状況でも実験しました。まあ、シジュウカラの場合、メスがです、ね、卵を温めるんですけれども、まあ、巣箱の中で温めていると巣の外にどんな がが迫ってくるるのか全然見えることできませんよねだからその巣の外に例えば蛇が迫っている時とかは巣箱の外にいるオスですねつがい相手のオスが、えー、ジャージャー行って知らせてくれるわけですでそこでジャージャーを、えー、っと巣箱の中のメスに聞かせてですねその反応を見る実験をしましたで巣箱にメスがこう卵の上に抱いている状況で、えー 小型カメラですね、上から撮って、僕がこれからプレイバックします。そうすると、こう、一目散に飛び出すってことが分かったんですね。で、ヘビはまあ巣箱の中に侵入してくるんで、 ずっと温めてたら、卵だけじゃなくて自分らも、まあ、メスも食べられてしまうと。だから、巣箱を飛び出すことは、蛇の侵入を避ける上で、まあ、理にかなった行動です。で、こうやってそのプレイバック実験をしてみると、やっぱり、ジャージャーっていう声は、蛇という単語になっていて、で、その意味を聞いて、聞き手の始終からは、巣の外にいたときは、蛇のいそうな地面とかを見たりとか。 もしくは巣箱の中にいたときは食われないように飛び出すといった臨機応変な対応を取ったんじゃないかと考えられます。でもここで大事なのが冒頭にお話ししましたように、ヘビと聞いたときにですね、聞きの始終からがヘビのイメージとか概念にアクセスしているかということです。もしもヘビという単語であれば、聞きの始終からはジャージャーという声からヘビをイメージできるはずです。 脳科学とか認知科学の分野では、イメージとは目の前にものが存在しないにもかかわらず、その像を脳内で想起できること、することとされています。例えば、ブックって聞いたときに、ちゃんと頭の中で本をイメージすることができる。目の前に本がなくても、頭の中で本を想像できるということですね。で機能的な MRI っていう手法を使うと、えー、人間の場合は、例えばブックって聞いたときに、 あたかも本を見たかのような視覚やの活性が起きる。そうやって、その、ちゃんとデータ化することは可能なんですけれども、これを鳥でやろうとすると、本当に難しいです。なぜかと言ったら、あの、じっとしといてって言っても、まあ、なかなかじっとしててくれる鳥はいないんでね。でそこで僕たちができるのは、行動レベルから、そのイメージに迫るということです。で、ここからが、えっと、僕が考え出した、新しい実験パラダイムです。 えっと、例えば A さんと B さんが山にハイキングに行ったという状況を想像してみてください。で、他の登山者が黒いユックを落としていた。で、A さんはそれに気づいて、例えばそれを指さして、クマだって言ったら、B さん、多分びっくりしますよね。どうしてかというと、クマだというクマという単語から B さんは黒いクマのイメージを思い,思い描いてですね、それを。 落ちてた黒いリュックに当てはめて一瞬リュックを熊マだと見間違えてちょっとびっくりしちゃった。で同じようにです、ね、見間違いを利用すれば四ジからでもジャージャーという声がヘビをイメージさせる単語になっているかこれ分かるんじゃないかなと考えました。でまずです、ね、ジャージャーという声で四ジからを集めます。それじゃ集まった四ジからに対して えー、その目の前でですね、20センチぐらいの木の枝に、そ、えー、こら辺に落ちている木の枝ですね、それに紐をつけたものを用意して、木の幹を下から上に、まるで蛇が這いのるかのように見せてみました。でもしもシジュウカラがジャージャーから蛇をイメージしているとすれば、この蛇っぽく這う枝にですね、このイメージを当てはめて、何らかの反応を示すかもしれないと考えたからです。 で、死中からの場合、蛇を見つけると、えー、つがいで追い払いに行くんで,で、ひょっとしたらその枝に近づいて確認するんじゃないかと考えました。で、え、これが実験の映像です。この映像の、えっと、右側に、画面外れたところにスピーカーがあって、そのスピーカーの近くに死中からが来たタイミングで、この左の木の幹の下から上にですね、えー 紐を使って枝を引き上げます今シジからカラがあったんで枝を動かしますそうするとこうやってシジュウカラを確認しきます 実際ヘビじゃないかって気づくと、他の場所に探しに行くわけですね。で、シからの大きさだいたい10センチぐらいなんで、えっ、ー、とまあ、数名と同じぐらいなんですけれどもなので、まあ確実に1年1メートル以内には近づいています。だいたい340センチまで近づいたと思います。こういった実験を繰り返していくと、ヘビっぽく合わせた枝に対してま12月11話の始終からが、えー、ジャージャーと聞かせた時に確認しに行くということが分かりました。 これだけだと、まあ、鳴き声関係なしに、こういった動きの枝に対しては近づいていく可能性が残るので、他の声を聞かせてみる実験もしました。例えば、この声はですね、ヘビ以外の天敵に対して、えっと、モビングするときに、追い払うときに鳴く声なんですけれども、この鳴き声を聞かせた状態で、枝を見せると、ほとんど近づかない。また このジジジって声はですね、あのエサーバーとかに仲間を呼ぶときのたださんに集まれっていう、全然危険じゃない声なんですね。で、この声聞かせた状態で枝を見せても、やっぱり近づいていかないことが分かったわけです。要するにヘビへのジャージャーを聞いたときだけ、ヘビっぽくはう枝に近づいた。で、この結果はやっぱジャージャーっていう声は、聞きのシジュウカにヘビのイメージを思い描かせて、でそれでシジュウカですね、そのイメージをヘビっぽく。 合わせた枝に当てはめたことで一瞬見分け違えて確認しに行ったでこういうことはまあ言えるんですねだけどもう一個検証しておかなきゃいけないことがあってそれは何かというとこのジャージャーってこれは別にイメージを想起させるものではなくて地獣からに好奇心を高める作用を持っているとだからその好奇心が高まった状態で変な動きをする枝を見たから近づいたんじゃないかこういった可能性が残るわけです でこれを検証するために、今度は蛇に似ていない動きで枝を動かしてみました。そうするとですね、死中からジャージャーと聞いたときも、他の点滴への警戒性を聞いたときも、ほとんど近づかないことが分かりました。つまり、ただ単に好奇心で変な動きをする棒に近づくわけじゃなかった。で、ジャージャーと聞いたときも、蛇っぽい動きの棒にしか近づかなかったことが分かったわけです。でさらに実験をしました。 蛇っていうのは、えー、幹を這い登るだけじゃなくて地面を張って進みます。だから地面を這わせる棒を見せてみたところ、やっぱりジャージャーと聞かせると、それを追いかけて確認しに行くことが分かったつまりあの、蛇に似ていれば、どこにその棒が張っていても近づいて確認することが分かったわけです。これ,これらの結果から、このジャージャーっていう声は、 からにですね、聞き手のシジからカラに蛇っぽい物体への注意を誘う鳴き声だということが分かったわけです。つまり、このジャージャーという鳴き声は蛇を見たときの恐怖心とかの感情の表れではなくてです、ね、ちゃんと蛇という意味になっている単語と解釈することができます。だからその声を聞いたシジからは蛇をイメージしたということですね。でこの研究成果は PNAS の 表紙を飾る世界になりましたで、大事なのはこれ、枝一本でもうそのアイディアがあれば p n s とか狙っていけるということです。で、えっと、もう一つ触れておきますと、どうしてこの本物の蛇を使わなかったのかということは、よく聞かれる質問です。で、なぜ見間違いを利用したのかということですね。でもし本物の蛇を使ってしまうと、実はそれは行動の連鎖と探索イメージ。 というのを区別できないんですね。例えば、ジャージャーと聞くとその声に集まってくるで。近くに目に入ったヘビに接近する。これだけだと本当にジャージャーに対する反応と、音声に対する反応と、それでヘビ見たヘビに対する反応のただ単なる連鎖、ここにイメージで想定しなくても説明できちゃうわけです。一方で見間違いを利用すると何が新しいかというと、こうジャージャーというのに集まってきても、 普段は、えー、目に入っても気にしないような木の枝ですね。それも、えー、蛇と見間違えて、えー、確認してしまう。これはまさにイメージを当てはめた証拠になるからですね。で例えばですね、この写真をパッと見たときに、ただ,だのその道の風景に見えるんですけれども、顔があるよって言ったら、あ,あ、本当だ、ここに顔があるなとか。 まあ気づくわけですよねこれは顔があるよって僕が言った顔っていう音から、えっと、皆さんが頭に顔のイメージ概念を頭に思い描いてこの写真上で探したからですでこのようにやっぱり四十からは事物から概念を形成しそこからじゃーじゃーという記号音声の記号です、ね、を作ってそれで仲間の四十からに蛇に関するサーチイメージ ですね、を想起させていたと。でこれらのことから、やっぱりシジュウカラのジャージャーっていうのは、ヘビを意味する単語、音声であると言っていいと思います。でこの方法は、シジュウカラだけじゃなくて、他の動物にもいろいろ応用できるものだと考えます。例えばですね、ベルベットモンキーとかミーアキャット、でここ彼らはですね、えー、天敵の種類に応じて、まあ、鳴き声の発声を変えていくっていう現象が知られています。 また渡りガラスは死んだ動物の死体ですね。動物の死体を見つけるとまあ、餌ですけれども、フードコールというのをないてえっ、ー、と仲間を呼ぶと、でその時の声がまあ、特別な声だっていうことは知られていますで。こういった動物たちを対象に今のような認知実験を行えば、まあ鳴き声から視覚イメージを思い起こす能力っていうのがどれだけ広く動物に進化しているのか見えてくるんじゃないかなと考えています。 で最後にです、ね、あの応用と書きましたけれども、この方法を使って、また別の現象も解き明かしてみたので、それについて、えー、説明します。でシジュウカラがこう青大小にジャージャー行って威嚇すると言いましたけれども、実は周りで暮らしているヒガラとか、他の種類の鳥たちもシジュウカラの泣き声をちゃんと認識して集まってきたり、ですヘ、ね、ビを探すような動作をしたりするわけです。でその時にという声から 他の種類の例えばヒガラがですね、えー、ちゃんとヘビをイメージしてシジか、シジュからカラの言葉、ば、シジュカラの鳴き声をま理解しているのか、そういうことも調べてみました。でやった実験はほとんど一緒で、えー、まずシジュからカラのジャージャーっていう声でヒガラを集めて、それに対してですね、目の前でヘビっぽい枝をこう動かしてみて。 もしもヒガラが日々のイメージを思い浮かべているのであれば、それを当てはめて、まあ、確認行動を示したりするだろうこう考えたわけですで。その実験の映像はこれですで。こういうふうにヘビみたいに引き上げていくと、ヒガラがですね、こうすごい近くまで確認している こういう実験をどんどん繰り返していきます。やっぱりいつめてるのにこちたずてですね。棒を見に来るわけですね。枝を見に来ると。こういった実験を93話のヒ柄ラに対してやったところ、まあ、やっぱヘビ、特異的な警戒性を聞いたとき、さらに、えっと、エの動きがヘビに似てるときですね。その時だけ、えー 枝に近づいて確認しに行くと他の時はほとんど確認しないことが分かったので、つまり日柄ラもシジュらのジャージャーからヘビをイメージしていたと。要するにシジュらのジャージャーは日柄ラにとってもヘビという意味としてまあ解読されていたということが分かったわけです。で、今考えているのはこういった手法は実はその音声以外の信号にも適用できるんじゃないかなと考えています。タモ,リ,タモリクラブの 空耳アワーっていうコーナーがあって、そこは洋楽の音楽の中で、あるフレーズが日本語に聞こえちゃうっていうのの空耳を紹介しているコーナーなんですけれども、例えばそのプリンスのバッドダンスっていう曲の don't stop dancing っていうフレーズに、この農協牛乳の牛乳のパックの映像を合わせると、農協牛乳って聞こえちゃう。 農協牛乳って聞こえちゃうんですね。これは要するに何が起きてるかっていうと、農協牛乳の牛乳パックのイメージで、トントストップダンシングっていう音声の認識が変わって、歪んでる、変わってしまったってことです。で動物はもちろん、まあ、人間とか鳥はですねあの目とか耳とか頼ってると思うんですけども、あと嗅覚とか触覚とかいろいろな情報を、えー、とクロスモーダルに統合して、まあ、物事を認識したり概念化しているはずです。なので動物のコミュニケーション、 でこの見間違いとか聞き間違いとかそういったことを検証していくことでさまざ、あ、まな動物の信号の意味というのも解釈することができるんじゃないかなと考えています。まあ、最後まとめとして、まあ、大切なポイントを3つ、えー、紹介します。まあ、1つ目としてはです、ねえーまあ、今回の研究1連の研究から、まあ、動物の鳴き声の意味を検証するための新しい実験パラダイムを考案する、ね、これが考案したとでこれが主な成果です。 重要な点、2点目は、その方法としてはですね、まあ、音声から視覚イメージや概念が想起されるかどうか、見間違いを利用した行動実験で検証できるだで、それがアイデアです。で、3点目としては、市内コミュニケーションのみならず、主観コミュニケーションにおいても、この手法は応用できるものだったということも、まあ、僕の実,実証研究からわかりました。で、最後に謝辞を言うと、まあ、 えと一番協力してもらったのはやっぱシジュウカラとヒガラで、80から84羽のシジュウカラと、まあ、93羽のヒガラ、あとは、まあ、このじゃあじゃあという声とかに釣られてきた多くの鳥たちにまあ感謝して発表を終わりたいと思います。ありがとうございました。